優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。レース前のプランはどのようなものだったんでしょうか。一つ内枠に本命の馬がいたので、その馬の周辺で競馬ができればなと思ってました。初コースになりますが、パドックでまたがった感じはいかがでしたか。はい、ちょっと気は乗ってたんですけど、左回りの調教は十分やってきたので、何も不安はありませんでした。スタートして行く馬もおりましたけれども、馬の雰囲気はいかがでしたか。まあ、いつも通り、馬の気持ちは平常心に近かったですし、何も不安なく道中進めました。向こう上面動いていく馬もおりましたが、あの辺りの石川騎手の考えというのはどうでしたか。まあ、本命馬の後ろで競馬をしてたので、どこかで開くだろうと思って、我慢してました。直線先に、5番の馬が抜け出して外からこれを追っていきましたけれども、捉えられるという感じはありましたか。そうですね、ちょっと直線向いた時はまあ半信半疑だったんですけど、馬が頑張ってくれました。直線の伸び足に可能性を感じましたが、この先馬の可能性はどのように感じていらっしゃいますか。はい、距離もしっかりこなしてますし、先々本当に楽しみな馬だと思います。それでは応援してくださいましたファンの皆様に石川騎手からもう一言メッセージをお願いします。はい、今日はたくさんのご来場ありがとうございます。たくさんのご声援も聞こえましたし、これからも応援していただければなと思います。これからもよろしくお願いします。石川大和騎手でした。おめでとうございました。